牛深ハイヤ大橋は、熊本県天草市牛深湾に架かる長さ883メートルの橋。旧牛深市地域の牛深港に架かる大橋で、883メートルは、熊本県内最長を誇る。また、臨港道路でありながら、車道からも景観を楽しめる、両校庭分離された歩車道を持つ、良好な景観を楽しめる、散策路でもある。熊本アートポリス事業に基づく建築物であり、牛深地域における代表的な建築物である。隣接する道の駅牛深、海彩り館とともに、牛深観光のメインスポットとなっている。名称のハイヤは、当地に伝わるハイヤ節の元祖、牛深ハイヤ説を由来とする。設計は、レンゾピアノビルディングワークショップジャパン、オベアラップ&パートナーズ、前田。設計コンセプトに会場に浮遊した一本の線を掲げ、景観への配慮から単純な連続桁かつ最小限の橋桁で構成し、自然への浸透を試みた。風による振動を抑えるためフラップが採用され、下フランジには曲面が適用されているが、技術面での課題解決をそのまま、形態デザインに昇華させたことが、元橋の特色である。構造形式は7景観連続項、小盤曲線箱桁である。橋梁全長883メートル、幅員 13.6 メートル、施行期間は1991年11月から1997年8月、事業主体は熊本県で総工費122億円。橋の両端はいずれも天草下島に下すが、橋の中央部に分岐交差点を持ち、ループ構造により、下須島と接続する。ありがとうございます。